はい始まりました気になるマネーセンス日々のちょっと気になるニュースや話題疑問について投資家目線でお話していく動画ですナビゲーターの小林ですはいマネーセンスカレッジの浅田修司ですはい今日のテーマは勘違いしてない全世界投資と全世界株式の違い、うん、ということでお話ししていきたいと思います<ー>はいまあつい最近ね、はい、アセットアロケーション投資は何ぞやという動画を作ったわけですけども はいはい、その辺りのコメントでですねちょっと気になるのがありまして<う><は>ちょっと怖くなってきた、えー、<laughs> ちょっとまあ,あの代表的なもの一つ読み上げさせていただきます「はい、楽天全世界株式を買っています」「今でも楽天全米株式にしようか迷っていますがヴァンガード社が国際分散投資を進めているのでとりあえずは全世界株式にしておこうと思っています」という旨のコメントが入っておりましてですね えこの人は <laughs> ああだからこの今日の体操そうそういうことですそういうことですそのああ、えー、まあ,あ、まあ、分からんではないかなまあ細かくはね今から話していくんですけども、まあ、我々がね全世界投資って言ってるものと全世界株式これが一緒になっているような風潮があるほう,うん っていうのがあって今回の企画になっております。なるほど。はい。ちょっとこれは優秀問題ですね。はい。あの、我々が言っている全世界投資って言っているのは、全世界株式に投資をすることではありませんと。それだけでは足りないですね。うん。そうか。そう。昔はさ、全世界投資って僕ら言っていたんだけど、うん、これもう本当と17年以上前になるんですけど、うんうん、そこから言い始めていたので、うん で、まあ、僕らの造語だから、関係ないやっていうか、まあ、はい、被る,被ることはなかったんですよ。はい、ただ、最近になって、うん、その全世界株式ファンドっていうのが出てきたから。そこがね、かなりランキングのトップに来るから。あまあ、時代がやっと追いついてきたっちゃう。そういう <laughs> <laughs> はさきばりすぎたかと。<laughs> あまあ、株式の部分に言えば、まあ、全世界。 投資の、まあ株式部分はになっているかもしれないですけどね。なるほど、なるほど。これはまあ全世界投資についてちょっとお話ししなきゃいけないですね。まずその全世界株式投資の話をしておきましょうか、まずね。<え>はい。うん、で、全世界株式っていうね、ファンド。まあ楽天もそうありますけど、まあ一番は EMAX SLIM ですかね、うん。そうですね。はい。EMAX SLIM の全世界株式カッオールカントリー。うん っていうやつと、うん、あと E マク s スリムの「全世界株式除く日本」というものがありますよとこれのどっちかの、まあ、運用のことを「全世界株式でいいんじゃない?」とか「うん、全世界株式1本でいいんじゃないですか?」っていう言われ方で、えー、書かれることが多いですかね。はい、まあこれをもっと突き詰めていくと「まあ、別に米国株以外いらないんだから」っつって言って。 sp 500でいいんじゃないっていう人もいるし、うんうね、もうあらゆる各国の株式は米国に引きずられて上下動するんだからそれなら米国一強一択でも一緒じゃねっていう理論ですねそうですねはい。まあこれ過去もそうだったかっていうとそうじゃないので まあ、その人の,そのデータの取り方がどこから取ってんのかよく分かんないですけど <laughs>、はい、まあ少なくとも、まあ、僕ら過去の動画でも全部上げてますから、うん、SP500 よりも日経機のが良かったよっていうのは、うんまあ、まあ当然ありますからねそういう時代もあったっていうかどこからかかるかによって変わりますよっていうことですね。米国株式が優先ししててい、えー、いける理由の一つとしては、まあ、そういう 米国がが牽引ししてていいいるるっていう理由があるのかもしれないですねこれがずっと続くかどうかって誰も保証してくれてないので、うん、アメリカが覇権国家でもあるし基軸通貨の米ドルを抱えているっていうところもありますけどいろいろころが出ててきいいるとうありますね、うん、まあ最近だったらそうですねアフガンとかも出てきましたけど、うん、まあアメリカがあの他国に何か干渉してなんかその他国の運営がうまいこと言ったのって日本しかないので。うん ね、それがことごとく失敗してますよねベトナムからム、うんえー、含めてですね、うんはい、だからまあいわゆる中国が覇権を取りに来ようとしてそれに対してアメリカが抑制できるかどうかって言ったら僕はできない方にかけてますけどね <laughs> なるほどそこら辺はね皆さんそれぞれ、えー、と考え方あると思いますけど、うん、まあ少なくともその1年2年でどうこうなるっていうことではないとは思うんですけどまあ10年 20年の世界で言えば、必ず限りは出てくると思うので、うん、まあその意味で、まあ20年ってね、積立兄さんが20年ですからね、うん、十分あり得ると思いますけ、ね、どね。20年前に同じことが言って、えー、それで運用していた人が泣きを見ない方がいい。 と僕は思思うううのでういいで、ねうんまあ、より安定した方法がいいいいんんじゃないかなかっていうふうには思うんですけど、うん、全世界の株式に運用する方法としては、まあそのオールカントリーっていうのがあ,ありますし、まあそちらの方でね、運用できますので、まあターーノーロードであったりとか、まあそういうようなものも全世界株式ありますし、その割合が大体アメリカの割合が大体6割ですね。そうですね。はい 大体六割ぐらい、オールカントリーだとですね。うん、まあ、あの、日本を除かない、場合であれば、まあ、日本が大体、そうですね。六パーセントから七パーセントぐらいですかね。うん、はい。ちょっと、まあ、日本に住んでる人間からすると、日本の株式の比率は低すぎるかなというふうに思いますね。うん、自国通貨のリスクがありますので。 自国で住んでるっていうことは、自国のサービスを常に受けてるので、いサービスで輸出あんまりできないから、うん、まあ商品は輸出できるんですけど、まあ、あの、例えばなんかマッサージを受けるっていうの、ね、は日本国内で受けますからね。やっぱり日本の企業、日本に住んでる人からサービスを受けるので、まあ、その人に対するあのサービス量っていうのが、まあ結構占めますんでね。 によってですね、はい、まあそこがまあ僕らの生活に少なからず影響を受けていますので、まあ、そういうようなもう少し、えー、と自国の運用先っていうのが必要になってくるんじゃないかなというふうには思いますけどもねいわゆる全世界の株式っていうふうに言ってるけどもまあほぼほぼアメリカが6割で、えー、他の国々にまあ分散投資をするっていうのが、えー、全世界株式投資っていうふうに言われるものですね。 一方ですね、マネセスカレッジが言っている全世界投資っていうのは何かっていうと、まあ、全世界っていうものを、まあそうですね、簡単に言えば株式会社全世界みたいな、まあ、いわゆる架空のものとしてイメージして、で、その架空のものなんですけども全世界っていうものに対して、えー、それぞれのバランスで運用していく。なんならちょっと、 スパイスを効かせるっていうよ、ね、うなね、うんえー、感じになります。うん、で、まあ、考え方としては、そうですね、ちょっと難しい話になっちゃうかもしれませんけど、まあ、財務諸表ってありますよね、財務諸表、えー。上の方が、まあえー、収入と支出に分けられて、うん、まあ、これがね、PL と呼ばれるもので、えー、損益計算書というのが一つあります。で、もう一つは、貸借対象表っていって、資産と負債と資本。 いいうふうふに分かれている、まあ、3つのものもですね、まあ、バランスシートっていうふうに呼ばれますけども、えー、あります。で、まあ、投資のところでは、難しいからするとストックになりますので、まあ、BS の方が重視されるんですね。で、このバランスシートって呼ばれるものって、どんなものにも作れるんですよ。例えば、私にも BS はあるし、ショークにも BS はあるし、うん、聞いておられる方にも BS がある。えっ、ー、と、例えば、 不動産投資をしてるんだったら、不動産投資のその不動産についても BS はあります。うん、これね、企業でね、よく決算書に出てくるとて言われるんだけど、うんうん、企業にも BS がある。もっと言うと、地方自治体にも BS があります。で、日本政府にも BS があります。ということは、これら全部くっつけて、一つ全部集計してね、合計して、足し算して、一つの表にまとめたら、これが何かっていうと、株式会社、日本になるわけですよね。じゃあ、日本が作れるんだったら、いろんな国の BS が作れるじゃないですか。株式会社アメリカ。株式会社 EU。うん、株式会社イギリス。っていうものの BS が存在するんですね。うん、で、それらをまた合算するとどうなるかっていうと、株式会社全世界の BS が誕生するわけですね。全部足し算するっていうことです。うんうん、でそうすると、我々が投資先としてあるのって、この3つのうちどれかしかないんですよ。資産か、負債か、 資本か、の、どれかに投資するしか方法がないのね。うん、単純にこの3つしかないです。簡単でしょ <laughs> 投資先って大きく分けてみるとこの3つしかない。うん、じゃあ、負債って何ですかっていうと、負債っていうのはこれ、まあ、投資商品で言うと債券になるのね。うん、で、えー、資本っていうのに投資をしたければ、それは投資商品としては株式になるんだ。うん で、えー、じゃ、資産の中に含まれるものはって言うと、これ資産っていうふうに呼ばれるものは、まあ、現金とか預貯金とか、有価証券が入ってるし、貴金属も入ってるし、土地、まあ、不動産ですね、えー、入ってるし、っていう、まあ、例えば、まあ、無形資産っていう、その、のれん代とか、まあ、ブランドとか。 まあそういったものもここに含まれるんだけど、まあ例えば自動車を作るんだったら、組み立て機械であったりとか、まあそういうなものもここの中に含まれます。ここには直接投資できるものがあるのね。まあ先ほどちょっと出てきた不動産っていうのがありますね。それとかね、金とかありますね。はい。これ貴金属の金。ね。はい。まあプラチナとか、まあ銀とかもありますけど、まあ金が有名だよね。はい。で、そういったものが投資対象としてえ存在するということです。え、右側に書かれている負債と 資本っていうのを買っていれば、うん、同時に資産は持ってるので、はいはいはい。なのでえ、基本的に資産はいらないんだけど、その中でも直接投資できるので、まあわずかながらそれを直接購入するっていうこともできますよ、というような感じですね。うん、はい。これらを考えてみると、まあ先ほどですね、株式会社全世界っていうような、まあ、BS を考えてみましょうと言ったときに、それも国ごとにそれぞれ割合があるんだね。はいはいはい。 まあ、例えばアメリカは、やっぱり、時価総額から見ても、6割ぐらいあるし、はい。日本も、まあ、それなりにね、えー、全世界の中から占める割合っていうのは大きくて、うんうん、でかつ、まあ、我々は日本に住んでるので、少し比率を高めたい。うんうん、まあ、大体それが10%から15%ぐらいっていうう言われますんで、約まあ、日本は、まあ20、20%とか。うん うん、もう少しね、まあバランスを日本国内にショートすれば、まあ三十パーセントとか、うんうん、まあそういうよう割合が出てきます。はい。うん。でその割合でバランスを取っていったものがアセットバランスって呼ばれて、で僕らが呼んでいる全世界にまんべんなく投資をしましょうっていうふうに言ってるんですね。うんうん、なので株式会社全世界の BS に対して僕らはまんべんなく投資をしたいんですね。うん,うん。なのでもちろん全世界の株式は入るし。 我々がいつも最近言っているのは、債券投資も必要ですよと。景気がいい時には株式の方が有効なんだけど、景気が悪くなってくると債券が有効になってくるってね。よく、まあこれは基本的なあ投資の戦略の中で、えー、説明されることがありますけど、えー、とそのバランスを取っていく。 で、またあ、リートとかね、不動産を間接機に所有することもできるので、えー、リートっていうのを使って、で、まあ、これらを、おあの、バランスを考えていきましょう。うん、これはアセットバランスっていう考え方ですね。で、そのアセットバランスっていうのの計算の方法が、まあ、いわゆるアセットアロケーションの理論というのがあって、うん、まあ、いろんなアプローチがあるんですけども、その、我々が推奨しているバランスっていうのは、その、 複数のいろんなアプローチの中で一番中央値になるような、まあ、そのバランスが一番取れてるようなものに対してバランスを決めているということになりますね。うんうん、なので全世界株式っていうのは全世界投資の中のほんのごく一部分しかない。だから僕らの投資してるバランスから言うと。 三十パーセント程度になります。はい。他はね、もっと多い。本来その債券とかも含めたものが国際分散投資と。うん 言まね、そうですね。そうですね。はい、はい。国際分散投資ってううに言われているのが、まあそもそも我々の言っている全世界投資に、まあ一番近いかなというふうに思います。すね、なので、まあ、バンガード社が言っている国際分散投資っていうのは、その国際分散投資の中に、えっ、ー、と、自社のその、まあ VT であったりとか VTI であったりとかっていうものが貢献してますよっていう意味で <laughs> お話しされてると思うんですね。はい。バンガード社の商品を買ったら国際分散投資になっているかっていうと、 それは違うってことです、ね、いまあその一端を担っているっていうふうに、うんえー、考えられた方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、なので僕らが常にね、えー、と提唱している全世界投資というものと、まあ、全世界株式投資っていうものはちょっと違うんだっていうことをご理解いただければなというふうに思います。うんうん、はい で、じゃあどっちがいいのって <laughs> ことですけど、それは、あの、当然我々推奨しているのはそれなりに理由があってやってるので、うんえー、当然、えー、全世界投資ですね。債券にも投資するし、リートにも投資するし。まあ、今は投資してないけども、まあちょっと何らかの方法で金は欲しいとは思ってるんですけど、うん、まあ、今現状、それに見合う方法がちょっとないので、考え中ではありますけど、うん、まあ、今現状はアセットの種類としては8個。 の種類がありますね。海外って言っても先進国と新興国が分かれるし、まあなんならもっとちっちゃい、えー、国とかあるんだね。うん。ただまあ新興国の中で世界にこう羽ばたいていくっていうか、その投資割合としてこうギュッて伸びていくその魅力のある国になるためには、それなりに条件があるので、うん、その条件を満たしている国になってくると、まあ新興国、 投資うん、うん、でいいいいいんじゃないかなかという,ふうには思まあそこら辺はね、まあ、詳しい話はあの会員制の方でまあちょこちょことお話ししてますので、うん、まあそちらの方を参照していただければなというふうには思うんですけども、まあ、まとめると <laughs> あの全世界株式投資っていうのはそれだけで運用するんであればちょっとおすすめはできないかなというふうには思います。うん、まあ分分散散はしているんですけど効果的な分散 とは思えなないかな、うんまあ、全世界の株式に分散してるわけですからねそうですね、うん、はいやっぱり債券も必要だしまあリートも必要ですよねリーマンショック前ったらもう世界のリートと日本のリートが牽引してたって言っても過言ではないのでい爆上がりでしたからねはい <laughs> なので、うん、まあそのバブルって言ってもそっちの方にバブルが進んでいたので、うん、まあ何ならもう日本の 不動産バブル再来化ぐらいの、すごいそんな勢いでしたんで、いでまあそういうところもあるから、まあ、全世界株式に運用していたら、リートは運用されてないので、まあ、そういうような恩恵を受けられないっていうことになりますよね。だからまあできるだけまあ世界に満面なく投資をしてで、しかもそのバランスを整えていくっていうことに集中していくっていうのが、全世界投資の妙味になります。あのリターンを求めるだけということであれば、うん、まあもちろん株式が兼用していくので、うん、え資産形成においてですね、あの お金がブワーって増えていくときっていうのは世界の景気が良くって、えー、株式に運用しているものが成長していくっていうことがものすごくこうあの倹約としてすごく力がある動き方をするんですね。ななので、えー、そこに運用してないと リターンは生まれないので債券、うん、投資だけだとちょっとそれはさすがに難しいんですけどじゃあ全世界の株式だけにすると、まあ、この上下度がすごく大きいので、まあ、これはね他の動画でもお話ししてるのでそちらをぜひ参考にしていただきたいんですがリーマンショックの時だともう75%ぐらいのダウンとかリートであればそうですけども、ねはい、株式であれば60%程度のダウンということは、うん、まあ,ありましたのでそれだけだとねちょっと 耐えられないんじゃないかなと思います。うん、なので、まあ債券の一部を含み入れることによってその動きをマイルドにする。うん、まあそれがだいたい三分の一強ぐらいになったのがあ全世界投資のおものなので、六十パーセントとまあ三十パー後半で、あんまあカネじゃんって日言われたらまあそれまでなんですけど、まあこれと違って相当でかいですよっていうことですね。うん、そうでやもういい塩梅でバランスよく取っていく。 ということがすごく投資の中ででは大事で行き過ぎないってことですね、うん、行き過ぎると環境破壊であったりとか人権侵害であったりとかそういうことが起きてしまうのでそうではないしまたは稼げないと結局僕ら何してんだってことになるから、うん、その中間のちょうどいい塩梅を取っていくってことですね。はい、で持続可能な社会にしていこうと。 で、まあ僕らはそれの恩恵を受けましょうってうことなので、うん、まああの株式一辺倒にしてしまうと、まあそういうなあリターンだけを見てしまうとですね、まあちょっとそういう行き過ぎた投資になりがちなので、まあそこら辺は気をつけていただきたいなというふうに思います。うん、まあそのコメントがね、 結構多いんだよね,ね意外とこれあの多いんです代表的なものだけを今抜粋しましたけども似たようなあのニュアンスのものがちょっとちらほらと産経されましたでそうですね、はい、せっかく僕らの動画を見てくれているのでしっかりとお伝えしたいなというふうに思っていて全世界の株式投資は悪くはないんですけどそれが全てではないのでいま一度ですねアセットアロケーションアセットバランスについて考えていただければなと思います、まあ、あの無料でね勉強できるプレコーっていうのもご用意してますんで、うん まあそちらの方もぜひご覧いただいて、まあ、チーム7%入るか入らないかまだ迷ってるっていう方もね、えー、とプレイ講座ぜひ受けていただければなというふうに思います。はい。以上ですかね。はい。はい。じゃあ何か参考にしていただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。